か信仰心がその丸裸で好き助けてくれる感じはするよ。これ答えたら何が起こるんですか、ねね、シュッパッ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 シュッパはい、実践です。よいしょ。今回はですね、はい心理テスト企画です。あ、心理テスト好きですか？俺大好き。なんか教習所やったの心理テストみたいなもんだよ。あれやったな、教習所で。心理テストやろうぜってならないとなかなかやんないね。でも一人でやってる。もう占い師の言う通りにしか言ってないこれから。いや、あの心理テスト今回は3問おやるみたいです。マジでやろう。そうだね、嘘なしってことでしょ。置きに行くのなしにしよう。いいよ、okay、やっぱこういうの直感が大事だから。そうそう。それではいきますよ。第1問こちら。あなた事務所のリハーサル室の鍵をなくしてしまいました。一生懸命探したのですがどこからも出てきません。その時あなたの鍵を見つけてくれた人がいます。さてその人は誰でしょう。これは具体的に誰か思い浮かべてください。それでいきますよ。3、2、1。これ誰でもいいの？誰でもいいでしょう。それじゃあいきますよ、はい、せーのドン。大将、マネージャーさん、マネージャーさん、佐久間、警備員さん、まあまあ先にじゃあなんでかっていうのやっぱり一応 ね、なんで大将なの。確かに。いやだってあいつさ、いつも帰んないでなんか粘ってんじゃん、いろんなところでたまり場みたいな。ああいますね。いやいや、結局付き合ってくれるみたいな。あなるほどね。一緒に探してくれる人みたいな。そうそう、助けてくれる感じはするよ。なるほど、ね、直感的にね。直感的に大将でいいか。俺と水塚もそうマネージャーさん。確かに、そりゃそうだよ。まず相談するもん、うん、すいません鍵なくしましたってまず言って。確かにね。佐久間、佐久間、俺か。え、なんか助けてくれそうじゃない？いや、確かにね、確かに探すの得意そうだよね。いや、警備員さんってさ、手伝ってくれる？いやね、俺結構ね、自分で鍵借りることがあるのよ、あのフロア開けるために。あーそう、とか、返したりするから多分そのイメージが強いから。なるほどね。いや、これ何なの？この答えから、ね、何が分かるのか。ねえ、それじゃあ、結果見ますか。いきますよ、こちら。鍵を見つけてくれた人はあなたが信頼して悩みを打ち明けたり相談できる人です。いい会社だね。いい会社、いい会社だね。何話すんだよ。向こうも困るよ、これは。なんか何やったら、ケビンさんとか、ケビンさん、ちょっと仕事にしてる。相談があるんです。怖すぎでしょ。やばいよ、やばいよ。誰にも話せないような秘密を、その人になら打ち明けられるかもしれません。こういった質問では自分が普段意識していないところで感じていることが浮かび上がっています。ここであなたが答えた人も無意識のうちにあなたが信頼できると思っている。あ、マジで。面白い。ちなみに大将よね、同期っていうのはあるからね。確かに。実際どうなの、悩み打ち明けたりしてる？いや正直これはだからさ、ないって言いたいけど、うん、おめちゃめちゃあるよね。わあ、当たってんだ。いやだからそれこそさ、地元とかももともと一緒だったから。ああそうだね。ああそうだね。そうだね。ほんとこの人ひどいよ今日。いやこれ絶対使んねえ。ほんとこのハイハイジェッツリーダーかぶせてきてる。おかしいよね。だからその帰りの電車とか絶対使ってよ。使うよ、これ使います。地元の帰りの電車とかでなんかこういうことあったよねとか、そういう話はしてたから。そうね。いや、なんか確かにあるかもね。二人はその仲いい感じはしますよ。いや、俺もイメージある。しっかりしてる。橋本さん、佐久間のね、これのあながち間違ってないかもしれない。あ、そう。あの、人に怒られるようなことは一回佐久ちゃんに相談するかもしれない。怒らなそうだった。そういう意味ではあってるかもしれないね。じゃなかったら誰になってた。警備員さんじゃなかったから。でも、実はでもやっぱり地元の友達だったから。すごいハイジェッツじゃねえんだ。ハイジェッツじゃねえんだ。ビーマイストーリー流れるところで。ビーマイストーリーチャンピオン。ビーマイストーリーチャンピオン。ビーマイストーリーチャンピオン。一回、あの、たまらで流れたから。ドラゴンフライチャンス成功してるから。やべえ、ビーマイストーリーチャンス逃した。ケイビーさんと一緒に何したい？ケイビーさんと一緒にちょっとランチしてるから。じゃあ今度ね、こんな感じで行きたいと思います。佐久間ケイビーさんと。ケイビーさん。ケイビーさんと昼飯企画。昼飯企画。いや、これでも面白いわ。いや、面白い。じゃあこのまま2問目いっちゃいますよ。はい。2問目いきましょう。どうも。
男性スタジオの隅っこにジャニーズジュニアの子供が一人、困ったことがあるのか悩みがあるのか小さくうずくまっています。あなたはその子に向かって何と声をかけますか、またどんなことをしてあげますか、ということで直感で書いてください。難しいね。ダメです、むずむずむず。これ話しかけること自体が結構ハードル高い。確かに、そうだよな。そう、はい、歩いてきました。角見つけました。おい、なんかもう一人でいないよ。いや、ダメ、悪いよ。ダメだ。そんな最低な先輩なわけないでしょ、高橋優斗は。 YP ですよ。戸惑いながら僕たちは、戸惑いながら僕たちは。それではいきますよ、せーの、ドン。何してんの、話を聞く。大丈夫か、話を聞く。休んでる暇があるんだったら練習した方がいいと思うよ。いや、怖すぎる、怖すぎるよ。怖すぎる。この人、オチの人だったよ。間違えたなと思った。信仰の人じゃなかったよ、この人。あ、飯食うか、食うか。どうしたの。いや、なるほど。大丈夫、どうしたの。大丈夫、大丈夫。で、橋本さんは、あれだね。お飯食うか。あ、いいね。フラット。いや、これができるのが橋本涼なんだ。いや、そうだね。今なんかあったんだろうなって思うから。でもさ、結局、これ多分聞けないと思うわ。書いてるけど。そうね、聞けないよね、やっぱり。多分聞けないと思う。そう、俺は絶対聞いちゃう。いや、絶対聞いちゃう。絶対聞いちゃう。水くん、マジでこの人ちっちゃい子の死が半端じゃないから。いや、それ本当にちっちゃい子人気やばいっすよ。えげつないっすよ。稼ぎにちょっとだってやりに行ってる。やらないわ、マジです。やってないわ。一回この、なんていうんだろう、その出てるコンテンツを見た感想とかを言ったりするんだから。例えば、はぁ、めっちゃいい先輩じゃん。じゃあ、羽村くんが2月の勝者に出てて、そのドラマを見てて面白かった、羽村くんはそこのシーンどうやってやってたのみたいな、もっと興味本位聞いてるときにコミュニケーションを取ってきて、まあ、その、この間まで電撃やってて68人いたんだけど、その中で一番尊敬してるのは水くん。うわー、多かったよね。しかも、いや、俺8人ぐらいの話聞いたんだけど、ほとんど水くんだって。いや、嬉しいね。すごいわ。すごいね。すごいです。ハイハイだけじゃないからね、68人なかった。いや、そうそう、言ったっけ、その、まだ俺がだから打ち解ける前の話だ、これ。あ、なるほど。佐久間レク君とちっちゃい子、あの子ほんとしっかりしてる。俺は普通にね、普通に話してる。それジュニア同士で普通に喋るじゃん。で、あ、そうなんだって、どこ住んでるのって聞いてた。知らない人だったこと教えてくれたちゃんと知らない、めっちゃちゃんとしてる。やっぱ知らない人に名前、あの、住所知らない、家教えちゃいけないから。でも、あの子ちゃって言っちゃうじゃん、だって。そうね。いや、言うとも言うけど。言うなって言うなって。じゃあちょっとこれどんな感じなのか、じゃあ解説どうぞ。ぐるん、その答えから、なんだろう、自分が傷ついている時にどうしてほしいのかが分かります。ああ、なるほどね。小さい自分は傷ついた自分自身を表していて、あなたがその子にかけた言葉やしてあげたことは、実はあなた自身が傷ついている時に人からかけてほしい言葉であり、そして知ってほしいこと。めちゃめちゃストイックじゃん。めちゃめちゃ追い込むじゃん。でもこれマジ正直合ってるかもしれない。マジ、うん、ガッて言われた方が、その、何くそって思える。なるほどね。そうそう、これ意外と合ってるかもしれない。確かにそれは、橋本さんも嬉しくみたいで、俺これ合ってるかもしれない。めっちゃ謝りながらさ、ネギ頼むんですよ。すいません、ほんとネギ好きなんで、ほんとすいません、ネギもらって。それだそれだ、出た出た。お母さんに言う、じゃあとりあえずミジク話しかけてほしいんだ。そうなのかな、だから分かってないかも。そうだったのかもしれない。じゃあ自分的にはどうの、どうしてほしい。自分が言っちゃうかも、先に。話しかけられる前に、もう発散しようと、発散しようと、外に追い出そうとしちゃうと思う。あー、なるほど。え、乗せんとね。うわ、これ。うわ、で、ゆうとはじゃ何してんのって聞いてほしいのかな、聞いてほしいな。佐久間は逆だってね、あんま聞いてほしくない。ないのかもね、もしかしたらね。ね。面白いね、やっぱり。まとめてるかもしれない。確かにな。それでは、最後の問題です。でね。動物園の檻の中に動物が眠っています。それは一体どんな動物でしょうか。どんな動物か、その習性と接し方を教えてください。檻だもんね。でも、絵で描くのむずいね。絶対伝わんない。それじゃあ楽しくなってきた。いきますよ。はい、オープン。ドンドン。言うと、ゾウかな。ゾウ。はいはいはい。コンビニ屋さんで人間のことが大好き。
みんなに愛されてるよみたいな平和な。ああ、俺ね、象ばっか出てきちゃって、しかもなんかこういうのほほんとした感じの。俺ユートにすごい近い。俺も動物園って言われたらもうライオンが出てくる。まず俺は、ああ、ライオンいた。おとなしくてよく抜けて人懐っこい。わあ、可愛いけど荒々しいタイプじゃない感じかな。俺やっぱホワイトタイガー。ああ、めちゃくちゃ獰猛で、ほっといた方がいい。マジで逃げ出そうとしてる。で、仲間意識が強いです。あ、そういう豚なんだ。で、どう見たってっ、いや、そういう豚でしょ。豚じゃないから、豚じゃないよ。で、ガリさんそういうの好きそうだよね。好き、やっぱ動物はね、荒くれ者であればあれやくほどいいと思う。ああ、ね、いいね。そう、で、橋本さんは落ち武者ですか。黒を見ました。首落ち武者です。落ち武者です。生首、首の黒ってどんな見た目しちゃうか。黒ってさ、まあ、起きてるか寝てるか不明っていう。あ、まあ、ずっとわかんない。こうじゃ止まってるよね。こう動いたと思ったらまたこう寝てるから。確かに。っていうと俺たちが見に行ってる時は寝てるイメージ。あんまり活発じゃないのかもしれない。ずっと止まってるよね。うん、何それ。レッサーパンダ。あ、猫ね。猫じゃないよね。意外と人懐っこくて、で、まあ、なんかちょっと触れ合うイメージがあるのかなっていう感じで餌あげたりとか、うん、で人参あげればいいと。いやマジでむずくね。レッサーパンダって思い浮かぶんだけどさ、かけなくて。いやめっちゃこいつ影響だな。その豚の説明もして。豚と落ち着いたと猫と猫だ。大概画力やばいな。やばいね。これから何が分かるのかが分かるのか、ね、ね、解説の方を見ていきましょう。どんな動物を思い浮かべるかで、あなたの普段隠している本性が分かります。また、どの動物との接し方からは、あなたが人からどんな風に接してほしいか、どんな風に扱われると不快に思うかといったことが分かります。難しい。難しいな、これは非常に。のんびり屋さん、人間のことが大好き、愛されているみんなに。恥ずかしい。恥ずかしい。次、みずくんは俺合ってるかもしらん、ね、意外と合ってる。おとなしい、よく寝る人懐っこい。ああ、得てます。的得てる。いや俺もまあまあ恥ずかしいよ。だってこれ仲間意識の強いボスって感じ。実はストップになりたい。ストップになりたいね。めちゃめちゃ恥ずかしい。俺はめちゃめちゃ恥ずかしいよ。俺やばいよ。ああ、これ解説さらにやりますよ。デリケートな動物ですから気をつけてください、などのような回答の人は繊細なところがありそうです、うん、でフクロウが意外とそれに該当するのかも、ね、これもさ、檻じゃなくてさ、ガラスケースじゃん、うん、あの窓じゃん。確かに。そうそう、だから意外と私も繊細に扱ってほしいのかも。確かに。そうそう、繊細だね。だから佐久間も意外とだからそうだよね。そうなのかね。意外と佐久間も可愛がってほしいんだな、お前。かわいいな、かわいいぞ、お前。説明されるのやばいね、これね。いや、これもう丸裸ですよ。否定しきれない自分がいるのも嫌なんだ。いや、そうだよ、だって深層心理だから。そうだから恥ずかしいじゃん、なんか、いや、別に可愛がってほしくねえしとか言って。一番かわいい。かわいい。じゃあ、いきますか。いいよ。あ、待って、いきますよ。最初グッジグッポイ。